緊張しますね。緊張しますね。じゃあエンジンに火入れますか。はい、入れましょう。はい、クラッチ踏んで、はい、スタート。あれ、これね、 RZ に比べて精神剤とかいろいろ省かれてるんですって。あ、それでこのマフラーのエキゾーストの音とかなんか響いてきますよね。響いてくるよ ね、 ねえ、でもなんか嫌な感じじゃないの？嫌な感じではない。嫌な感じ、あのもう走る気満々の気持ちで。そう、走る気満々。嫌な感じじゃないね。そうそうそう。いいね、こうちょっとドキドキしてきた。ドキドキしますよね。はい、では一足入れていきましょうか。で、あ、いいね、このカッチリ入る感じ。まずは60対40のノーマルでいきましょう。いきましょう。はい。今日はやる気でね、ドライビングシューズ履いてきた。どうも。やっぱりハイグリップのタイヤなんで、うん、そうだね、石を拾い上げてる感じがすごいですよね。なんか小石がホイールハウスに当たってるね。なんかそう、本当にサーキットのタイヤ履いてるみたいな。打ちつけてるね。そうだよね、サーキットってこういう感じだよね。こういう感じですよね、スタート前ね。あ、いいね、いいね、この感じ。いや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 、なんか競技車両乗ってるって感じ。そうそうなんですよ。すごいよね。だって今20キロとか30キロですからね。そうだよね、全然スピード出してないこの領域でも。え、でもね、このシフトフィールすごいね。なんか RZ の時よりなんかよく感じません？なんか、まあ、あっちも節度それなりにあったと思うんだけど、うん、でもなんかね、入り方がね、有機的だね。なんかそう、ちょっと違いますよね。あとはこのシフトのこのノブの部分のさ、はい、あれがこれあれじゃない、スエードになってたりとか、ね、うん、感触もちょっと違うね。そうですよね。でもね、これだけじゃないんだよ多分違いは。あ、多分違うと思うんだよね。すごい車体剛性上がってるじゃん。あ、そうかそうか。でリアも強化してるじゃん。はい、してますね。だからね、こう車のハンドルを切った時のついてくる感じで、超当然それでこう変速をするでしょ、はい、こう全体の感触がね、うん、全然違うんだよね。全然違いますよね、うん、そう、なんかね、車が よりついてくる感じがするんですよね。あとはね、シート。あ、そうでしょうね、うん、これもありますね。で、うん、結構これセミバケットって言ってたけど、うん、なんかこれぐらいのスピードでも体すごいこうしっかり軸をぶらさずにですね、ですね、ね、支えてる感じがするから、うん、このシフトを減速するときってやっぱかすかに体ぶれると思うんだけど、はい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 、それがね、ないんだよね。なるほどね、すごいね。これ走り出してすぐ分かるってすごいですよね。すごいよね。でも大体いい車かどうかってさ、そうだよね。そうなんですよ。そうだよね。大体ね、一番最初から動画撮りたいのって、うん、なんかね、その 最初のこう感じがね、お伝えしたいんですよ ね、 そうだよね、最初の感動がね。そうちなみにお伝えしてするの忘れてましたけど、うん、リアの窓は開きません、うん、あ、そうだ、そうだからこれあれだよね、スイッチ塞がれてんだよね。そうで、後ろ あのドアスイッチ、あ、ウィンドウスイッチもカバーされてます、ね、同じあのカーボンっぽい感じです、ね、そうなんです。いや、ゲー細かいね。いや、ゲー細かいですよ。まあでも考えてみれば、その開閉する仕組みも簡素化することで、うん、そう軽くなる。そう、軽量化に絶対つながってますからね。それってグラム単位のレベルだと思うのに。そうなんですよね。分かんないけど、もっと本当は思えるかもしれない、分かんないけど。でもまあ後ろのシートがないだけでも違うし、うん、まあ、ロールバー、あのバー入れて相殺されてるとしても、うん、でも30キロ軽くなってる、ね、そう、車両全体で約30キロ軽くなってるっていうね。いやでもこのもうね、すでにね、このモノチューブダンパーの違いをなんか感じてる。すごいしっかりしてね、腰があるよね。そう、硬いは硬いですよ。硬いんですけど、なんていうんですかね、なんていうのかな、こう締まった硬さっていうんですかね、うん、ガタガタするような硬さじゃないんですよね。そうで、まずボディもすごいね、強化されてるけど、しっかりしてますからね。そう、手なんかこうね、今ね、ここすごいトレーラーとかが走るエリアだから、はい、すっごい路面が悪い場所があるんだけど、そう、めちゃくちゃ割れてますよね。めちゃくちゃこうシェイクされるような場所も時折あるんだけど、はい、すごい安定した減衰力を発揮してる気がするですよね、うん、やっぱ見切りは良くて、うん、あのすごい運転席からの死角が少ない感じがするね。運転しにくい車じゃないっていうのがまたいいですよね。あ、そうよね、やっぱスポーツカー専用車両になっちゃうと、うん、やっぱちょっと、ね、座ってる位置も当然低いし、車周りの死角が増えやすいというか、うん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 、基本そこはカローラの設計だから、ですよね、ですよね。フロント
ダッシュボードの、ダッシュボードの前の方もすごい結構下の方まで見えるし、そう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 、あとこのピラー、このフロントウィンドウを支えてる柱、はい、これですね、でこの周りもさ意外とちゃんと見えて、うん、ドアミラーとの間がここちゃんとね確保されてるんだよね。そうですね、だから交差点の左折とか、うん、狭い場所を取り回す時なんかはいいと思う、うん、ですね、ね、なんかね普通に乗れちゃうんですよ。乗れちゃうね。だけどすごいんですって藤富さん、これ本当ね、何がそんなすごいの。高速道路でここ来たんですけど僕朝ね、うん、早朝、うん、いや本当にこんな車すごいなと思っちゃって、もうすごいなってしか言わない。いやー驚いた。まず驚きのポイントは、はい、RZ とそんな違うんだっていう。森沿いでしょ。だってこの間 RZ も乗ってきてましたもんね。乗った乗って、あれもすごいなと思いました。言ってたもん。言ってた言ってた言った、うん、いやちなみに IMT は前回同様デフォルトじゃないので、はい、あの右膝のあたりのスイッチを押してください。ああ、これか。シフトダウンするときにエンジンの回転を合わせてくれるやつね、はい、そうですね、うん、これすごい、でも頭のいいシステムなんでデフォルトでもいいんじゃないかなと思うんですけどね。でサーキット行ったりするときに、うんうん、使いたくないなっていう方は、まあ、カットすればいいみたいなね、うん、基本ドライバーがヒール&トゥーしたときは別にそっちを優先させるんだよね。そうそうそう、そうなんですよね。自分で煽るのも楽しいからね。まあね。でも IMT にこれ任せるとさ、意外とその瞬時にさ回転高めて合わせていくからさ、そう、人間がやるよりも早いんだよ。そう、早いの。早いし綺麗なの。そう、間髪入れずにね、そう、必要な回転域に合わせ込むっていう。そうなんですよね。やっぱエンジントルクバンドがあるから、うん、その美味しい力を出しやすい回転域に持ってってシフトダウンした時の方が、うん、コーナーとかの立ち上がりでトラクションが安いんだよね。そうなんですよ。まあ早速高速道路乗ってみちゃいましょうか。はい、もういきなり乗るのね。そう、はい、まだまだあ、結構今ギャップ開けてる。すごいっすね。ドドンっていったね。ドドンってきますね。やっぱ引き締まってるね、気分がね。いや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 、もうムズムズしてますな、藤友先生。ムズムズしてるよ。いや、でもね、今2速だけど、いいね。これでいってる感じも。結構引っ張れるね。引っ張れる。え、まだね、そんなに回ってないんだ。でもすごい余裕、まだエンジンのポテンシャルの半分しか使ってないけどね。いや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 、半分以下かもしれませんよ。半分以下だよね、うん、もうこの音結構入ってきてますけど、タイヤもねハイグリップだしね、はい、まあしょうがないですね、これはね。そうですね、そういう、もうそういう車ですからね、うんうんうん、そうね、結構高めの音、ロードノイズがすごい入ってくる。路面の変化がつぶさに伝わってくる。伝わってきます ね、 やばい、やばい、やばいでしょ。これやばいですよね。やばい、まだ3速だけどね。いや気持ちいいね。ちょっと4に行ってみよう。わあ、このパッと入るこの噛みつきっていうか、ギアの噛みつきっていうかさ、うん、すごいね。すごいよね。声出てないもんね。助手席でもそうなんですか。これね、本当に法定内ですよ。速度法定内ですよ。法定内でもこんなに楽しめるんだね。やっぱね、これクロスしてるから楽しいんだと思うんですよね。そうだよね。ね、あんまりこうね、はいはいやっていっちゃうと、そうそうそう、スピードばっか出ちゃってね、面白くないもんね。1、2、3とかね、すっごい楽しめちゃうんですよね。いやいいね、このいちいち脇上がる感じ。何なんでしょうね、この湧き上がる興奮っていうか。何なんですかね。いや、もうさ、この高速道路もさ、ジャンクションとか楽しくなっちゃうんですよね。楽しいよね。こんなスピード出さなくても。そうそうそう、スピード出さなくて楽しいってのがすごいよなと思って。当然これサーキットとか行ったら相当楽しいと思いますよ。いや、やばいんじゃない。やばいですよこれ。その匂いがプンプンするもん。ねえ、
な。曲がるね。曲がるんですよ。やっぱリア、リアもすごいね、これな。これぐらいの車速域でも、でもなんかピターッとしてますよね。ピターッとこの路面をさ、捉えてくよ。何？え、何？すんごい素早い匍匐前進でもしてんのかっていうくらい地面の近く走ってる感じするんですよね。そうだよね。シフトダウン。つい今ヒール&トゥースしちゃったけど。ちょっと待って、これもう一回やってみよう。はい。ああ、もう一瞬で。一瞬ですよ。IMT が今エンジンかいてあげましたね。もう何事もなかったかのように。そう、何事もないよ、ね。ものすごいスマートに。で、回転が最初のところからバッと合うから、こう、ぐらつきがない。そうですね。全部に揺すられるような。そうそうそう。力の伝わり方にが途切れなくいくから。うん。すごい車の動き邪魔しないね。やばいね、これ。いや、早く。欲しかったんで、この車、いや乗ってもらって本当に、なんでですかね、助手席にいても楽しいんですよこれ。あー、やっぱり、ね、でも私今この感覚だと3割も体感できてない気がする。そうなんですよ、この車の本領。そう、でもそれでもこんなに楽しいってすごいね。これすごいんですよね。さっきから今日すごいを連発してますよね。今日何回すごい言ったか、これクエスチョンにしましょうか。カウントつけちゃう。そう、カウントつけちゃう。いや本当にね、なんだろうな。ちょっとこのなんだろう、ブレーキかけてこうやって低速でさ回り込む、こういう感じのところもいちいち気持ちいいね。いちいちなんですよ。ねえ。いちいちすごいんです、なんか。そう、ブレーキをやんわりかけてさ。そう。この乗り越えて丁寧に、ほら気持ちいい。あ、気持ちいい。いや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 、参りましたね、これは。そう、このブレーキもね。ダーン。ああ、いいね。刷新とかはしにくいですか？全然ないですか？あの、まあ、マニュアル乗り慣れてる人からすれば、うん、すごいスムーズに繋がっていくから。そうですよね。え、トルクがやっぱあるね。ある。あるね。ある。それなりの回転域で出ていくから、うん、なんだろう、こうエンストしにある意味エンストしにくいし、そうですね。ね、ジャンクション。すっごい素直に車が曲がってくる。曲がってきますよね。ね、スポーツ変えてみます。そうですね。30、70になりました。リアが70。なるほど。言うなればもうちょっと FR 寄りってことですからね、30、70ですね。そうね。もう FF ベースです。FF ベースの車ではあるけれど。そうなんですよね。でも四駆。そう。だもんね、これ。じゃあ、一番速いトラックにしていいですか？え、やっちゃう？入れちゃう？トラック。はい、50。シフトダウンしていきまーす。はい。いや。なんかさ、息を飲んじゃう。息飲んじゃうの。声出なくなっちゃう。息飲んじゃう。でも今、フロントとリア同じように均等にトルクを配分して。そうですね。おお。なんかエンジン音の主張とかも、やっぱ RZ より強い気がするし。そうですね。ねえ。でもやっぱ音っていうのは大事だね。大事ですよね。なんかこの路面を捉えていく感触は、このカップツのタイヤ、うん、やっぱグリップ高いんだけど、うん、でもすごい硬質な感じではなく、やっぱりソフトに、そうですよね、受け止めたくね。なんかこうやっぱむっちりしてますよね。むっちり、まあ、見た目もね、うん、むっちりって言ってたけど、そうそうそう、なんかこう表面がすごいこの路面の石の凹凸を、石じゃないか、アスファルトの凹凸を、はい、なんか丁寧にこう捉えてて、そうですよね。これいいよね。いいね。いいねしか言わないけど。いいねしか言えない。そういえば忘れてましたけど、うん、シートベルトも赤いんですよね。そういえばね。そうなのよ。そうなんですよ。いいよねこれ。いやいいよね。藤友さん乗ってそうだもん。本当？うん、あ、でも私ね、結構超ストイックな車大好き。ちょっとこの
のでも GR カローラの森添でしょうか、はい、もうこの車が持ってるポテンシャルをもう最大限に引き上げてるし、うんうん、あとやっぱりモータースポーツで磨き上げるっていうのはすごいことだね、はい、でもなんかこう運転してても、うん、なんかすごい、まあ、今トラックモードだからやだけどさ、はい、なんかこうちょっとノーマルぐらいにしとくとさ、なんかそのこれだけハイスペックで鋭そうなモデルなのに、はい、なんかストレスを与えないというかさ、あーそうですね、なんかもっともっと構えて乗んなきゃ、最初の緊張感は乗ってすぐにこうなくなりますよね、うん、そうで、なんだろうな、雑味がないね、まず、あそうですね、車の動きが素直に決まるし、うん、あとやっぱこう中心がすごいしっかりしてる感じもするし、なるほど、うん、人間がやっぱいい車作ろうって言って、はい、人を育って車を鍛え、なんかその環境が生んだ奇跡的な一台だって思うと、そうですね、いやでも本当すごい車だね、まあ、豊田章男社長もね4月1日で社長退任されますけど、うん、森友は辞めないって言ってるんで、あそう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 だよね、そう、そこはぜひね、関わっていただきたいし、ね、そうね、アレンジエンジも気持ちいいなスッとスッと決まるよ、スッと決まる、スッと決まる、知っていますそうです、そう、僕ねあんまり乗らず乗らないで藤友さんにと一緒いつも一緒にやってるんですけど、今回はねちょっと朝早めに出て結構飲んできちゃいました、そうなのやだまあでもね今日はまあ 都市部からこう走ってきてるけど、首都高とかしてるけど、はい、でもワインディングとかさ、そう、でもサーキットとかさ、そう、最高だろうね、いやいいですよね、これでサーキット走りたいな、いやまあ富士もいいけど鈴鹿とか気持ちいいだろうね、でしょうね、あのテクニカルなところをどう攻略していくかみたいなね、そう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 、いや手に入れた方本当に奇跡的なことだと思うんで、抽選の倍率聞いてないですけど、まあ、例えばよくお付き合いしてさせてもらってる島下さんとか、あとそのライドナウ一緒にやってらっしゃる難波さんも申し込んだらしいんですけど落選したっていうね、まあ、でもねそういう人いっぱいいるでしょうかね、そういっぱいもう世の中にいっぱいいると思うんで、そうでもそういうね、ま、いろんな車乗ってる人たちでさえやっぱり乗ってみたいと思わせたこの車はね、そうですよね、すごいよね、はい、いやいいじゃない、いや恐ろしい恐ろしい、最大の本当にいいとこですよ、本当にすごいなと思う、なんかさ忘れるね、いろんなこと、そうなんか嫌な気持ちになりますよ世の中生きてれば、こう気持ちが解放される、アクセル踏む、そうアクセル踏むともうそういうの全部忘れちゃうもん、そのスピードというよりは、このやっぱ車と一体感を持てる喜びみたいな、そうね、ところだよね、やはり言ってみたらエンジンスペックで言ったらそのもっと迫力のある車なんていっぱいありますよ、うん、だけどこの車と密な感じがやっぱりすごいなと思うこの車は、いやこれを存分に味わい尽くせるこのやっぱ GR カローラ森添エディション、はい、と素晴らしい車ですね、というわけでまだまだ乗ってたいんですが、うん、この辺で終了したいと思います、ね、はい、ちょっと帰り乗って帰っていいかないや、そう思わせる車はなかなかないと思うので、これはすごいことだなと思います、その価格最後に715万円でございます、うーまあそう考えると相当高い車だなと思いますが、まあぜひ当たった方、サーキットに、ワインディングに、買い物に、買い物だってできますからね、できますよ、そう、荷物いいもんだよね、入れやすいよね、入れやすいですよなのでぜひいろんなところでこの GR カローラ RZ 森蔵エディションをいろんなところで車好き見せてほしいなと思った次第でございますです、はい、というわけで喋りまくってるといつまでも終わらないんでこの辺で終了したいと思います、そうですね、はい、はい